韓国撃破。もちろん表のヒーローは決勝3点に、打を放った山田哲人内野手、ヤクルト、で誰も、区はないところだが、明らかに勝利の流れを、離出したのは、この日もまたリリーフ投手の、党にあった。3回に先制、5回には追加点を奪った。のの、 6回に先発の山本由伸投手、オリックス、が、国打線に捕まってあっさり追いつかれるいや、展開だった。しかしその押し寄せる韓国の波、受け止め、しっかり押し返したのは2番手の岩、優投手、阪神、から伊藤大海投手、日本ハム、阻止、クローザーの栗林料理投手、 広島、とつないださん。手の力だったはずである。中でもこの日の木。マンは、同点の7回から3番手としてマウンドに。ガッタルーキー、伊藤だった。同点っていう。面だったので思い切って初級から自分らしい。いけたかな、と準備は自由だと思って失格。準備をしていたので。 入りもよく投げられた。思います本人がこう振り返ったように立ち、ガリからまっすぐを軸に、得意のスライダー。交えて韓国打線を力でねじ伏せた点7回途中に、韓国側が滑り止めの路人の粉が投球の際、飛んで醜いと主審にクレームをつける。でもあったが、そんな揺さぶりにも動じる。 となくこう語る。これで僕が何もつけずにで。ドボールになったらどうするのってくらい。気持ちでルール的に悪くないので、いつもよ。多めにつけるぐらいの気持ちで行きました。ペー時プレミア12もリリーフ投手で買ったよ。名物稲葉監督。